皆さんこんにちは、フロマスクです。今回もマイクロソフトフライトシミュレーターですね、遊んでいきたいと思うんですが、今回は有料シナリーの東京ランドマークスインハンスツードを導入して東京フライトですね、そちらを楽しんでいきたいと思います。はい、ということで前回も戦闘機でさーっと東京上空は行ったんですが、もうちょっとゆっくりですね、かなり東京の街並みがリアルに再現されているようなので、こちらの超軽量の小型機でゆっくりと空から東京観光かなしてみようかな。あとはドローン機能使って地上からもいろいろ見てみましょう。よし、じゃあ早速フライトスタートですね。じゃあ準備できたので、まずは羽田空港からお台場方面向かって飛んでいきましょうか。じゃあ離陸ですね。この機体ちょっと離陸時が不安定になりやすいんで気をつけていこう。徐々にスピードを上げて、上がれるかな。おお、いったよしよしよし、だいぶゆっくりと進む形ですね。50ノットぐらいしか出ないのかな、基本的にはこの速度だと。ゆっくりと空から遊覧飛行を楽しめそうですね。そういえばなんか成田空港の有料シナリーか、それも出てたんで今度行ってみようかな。購入していろいろ回ってみたいですよね。いいですね、このまったりとした感じが非常にいい。ただ天気が悪い日はちょっと風にあおられちゃうので怖いですね。ここが、この下が大井ふ頭あたりになるのかな。クレーンが並んでますね。ここなんか豪華客船とか止まってることありますよね。ね、有料シナリーを追加することで、あのお台場の本社ビルが再現されているのかな。あとその周囲の建物も再現されているとは書いてありましたね。ぐるーっと回ってみましょうか。これが船の科学館かな。いやー、綺麗。お台場ですね、フジテレビ本社ビル。奥の方にパレットタウンの観覧車も見えますね。多分ここら辺のホテルが再現されたのかな。ちゃんと球体も再現されてますね。で、これが地上から見たフジテレビ本社ビルですね。これが手作りで追加されたのかな、有料シナリーで。ちゃんと球体も再現されてますね。で、隣のあれは地図、リアル地図で見るとグランド日光東京かな、ホテルですね。あれも手作りで再現されてるっぽいな。夜はこんな形ですね、綺麗綺麗。このフジテレビ本社ビル越しの東京の街並みがかなりいい感じですね。東京タワーレインボーブリッジ、遠くにスカイツリーも見えますね。ちょっと夜景にもしてみようかな。夜景にするとこんな感じですね、めちゃくちゃ綺麗。いいですね、あの東京タワーとかスカイツリーの夜景も有料シナリーで改良されてるみたいですね。あとこのお台場の、これは多分元カーナイだと思うんですけど、お台場の自由の女神像もちょろっと再現されてますね。このままレインボーブリッジ抜けて
特に東京タワーですね。この辺竹芝とかになるのか。こっからフェリーとか遊覧船とかいろいろ出てますよね。ちょうどこの下、ちょうどあそこも船止まってるな。おー、確かこれシンフォニーとかそこら辺の船かな。一度乗ったことあるんですよね。東京湾をぐるっと回れるんですね。で、竹芝かこの辺りが。で、東京タワーがこっち側で、東京タワーも夜景とかそこら辺が改良されたのかな。あとドローンモードでも見てみるんですけど、まずは上空から行ってみるか。ここら辺本当にリアルですね。やばいな。東京タワー見えてきた。で、この増上寺もちょっと改良されてるっぽいですね。はいはいはい。あー、いいですね。この辺りは東京って感じはしますね。あー、レインボーブリッジも入る。おー、東京タワー近くですね。かなり近いな。いやー、なんか学校とかも見えますね。東京タワーの夜景がすごい綺麗なんだよな。あの奥に見えてんの六本木ヒルズですよね。ぐるっと回って東京タワーですね。あー、綺麗。いいですね。あー、遠くにスカイツリーも見えますね。鉄骨の感じがリアルだな。照明がかなりいい感じですね。いやー、いいですね。ここら辺は本当高層ビルが多いですね。いや、あの奥に見えてるのが皇居か。あれ迎賓館とかかな。これ赤坂御所か。はい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 。あれ迎賓館ですよね。明治神宮と新国立競技場か。これはバニラ版で入ってたのかな。ちゃんと中まで再現されてる。おー、いいですね。右手が新宿御苑ですよね。千駄ヶ谷とかで奥の方新宿も見えて、正面が明治神宮かな。あー、この辺りが原宿ですね。これが竹下通りかな。多分そうですね。ちょっと渋谷も行ってみましょうか。まあすぐ行って、ここら辺渋谷の看板とかもテクスチャーか、高品質なものに差し替えられてるっぽいですね。あー、見えるな。あー、すごいすごいすごい。だいぶ高度低いですね。これが渋谷スクランブル交差点。109もちらっと見えたな。あー、見えますね。スクランブル交差点。ちょっと高い建物多いから気をつけないと。渋谷はテクスチャーが良くなってるみたいですね。広告がかなり実際のあれがそのまま反映されてる感じですね。いやー、こうして見ると本当大小さまざまな建物あんな東京は。このごちゃごちゃした感じが東京って感じがして落ち着きはしないけどいいですね結構フライトシミュレーターでいろんな国の都市回ってるけど、このごちゃごちゃ感は東京以外ではなかなか見ないですよね。よし、あっという間に新宿ですね。これがエンパイアステートビルみたいなのがドコモの無線局でしたっけ、無線タワーかなんかなんですよね。で、正面がちょうど新宿駅で、左手側が西新宿の高層ビル群ですね。
都庁とかここら辺もテクスチャーがちょっと高品質なものに改良されてるっぽいですね。やっぱ新宿のビルも高いな。都庁見えますね。モード学園でしたっけ。ここら辺はデフォルトであんのか。高層ビルですね。これをまた東側に向かって歌舞伎町とかもちょっとリアルな感じになってみたいですね。ちょっとそれはドローンモードじゃないと見れないと思うんで、それに切り替えていきましょう。新宿の歌舞伎町、地上から見るとこんな形ですね。この看板系が追加された感じなのかな。やたらリアルな感じになってますよね。ここも夜景にしてみるか。あ、看板が光ってますね。かなり寂しい感じだけど歌舞伎町で奥にあの新宿東宝ビューのゴジラヘッドかな、ゴジラの頭も、これが追加されたのかな、ありますね。新宿の街を見下ろしてる。よし、新宿を後にして東京ドームスカイツリー方面向かってきましょう。東京ドームですね。でさらにその近くにあるドームシティでしたっけ、なんか遊園地ありましたよね。それのジェットコースターとかもちょっと再現されてるっぽいな。あーすごい、いいですね。あージェットコースターありますね。これが追加されたのかな。おー、きれいきれい。丸の内ですね。で東京駅でレンガ造りの駅舎もありますね。あー高いな、ぶつかりそう。あー綺麗、東京駅上空ですね。で皇居もそのまま見えると。旋回していくか。あー怖い。あ、バスターミナルの方も新しい建物のあれが見えるな。このまま北上していきましょう。あーで秋葉原もちらっと見ていきましょうか。ここら辺の看板もリアルになってるのかな。これはちょっともしかしたらバニラ版のあれかもしれないんですけど、秋葉原上空ですね。裏モデルっていうのが見えたな。最近秋葉原行ってないから今どんな感じになってんだろうな。もう一回ぐるっと。あーだいぶ低い。あーすごいですね、ソフマップが見えるあー怖いだこれ。あーすごい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 。秋葉原ですね。あー怖い、上がりましょうか。いいですね、ヨドバシカメラもありますね。ヨドバシ秋葉店、はい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 、かなりリアルですね。縮尺も実際と同じなので本当に観光してる気分になるな。国技館ですよね、両国国技館かな。しっかりと形が再現されて、これは多分バニラ版公式版で再現されてるのかな。スカイツリーで有料シナリー入れるとスカイツリーの下にある東京ソラマチか、あのショッピングモールも再現されるみたいですね。ここら辺はドローンモードでゆっくり見てみましょう。東京スカイツリー地上から見るとこんな形ですね。ちゃんとこの下にある東京ソラマチかショッピングモールもリアルに再現されてるみたいです。ここも夜景見てみるか。いやー夜景綺麗ですね。スカイツリーめちゃくちゃ綺麗。このスカイツリーのライトアップとかも改良されてるのかな。結構夜景が
改良されてるみたいなんですよね、この有料シナリーで。であとはおまけかなんかわかんないんですけど、ボーナス特典として横浜にあるあの動くガンダムですね、ガンダムファクトリー横浜も再現されてるみたいなんで、それ見て終わりにしようかな。よし、今横浜みなとみらいですね、飛んできたんですけど、ここら辺もリアルですよね、ベイブリッジが奥に見える。でこの先かな、山下公園の方になるのかな、あれか、ガンダム見えてきた。ちょっと拡大しないとあれか。あ、ちゃんと動いてるんだ、すごいすごいすごい。足踏みしてるその場で。おー、はい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 、いいですね。あ、よく見えるな。ガンダムファクトリー横浜、地上から見るとこんな形ですね。すごい、近くで見るとしっかりと動いてるな。これは素晴らしい。いいですね。ほんとかなりいろんな場所が再現されたな。とりあえず今回のところはこの辺りで一度終わりにしましょう。